ショベット解放区の酒井です。本日の雑談は愚痴というかですね、お詫びと愚痴ということなんですけど僕作業動画っていうのをショートバージョンであったりだとか、まあそのフルバージョンであったりとかっていうことで、まあ動画をアップしてるんですけど、その動画がもうあからさまにアクセスがないんですよ。で、なんか少しでも役に立てばっていうところで、まあエンジン DIY で作業するっていう時に少しでも参考になればというところでアップさせていただいているんですけど、明らかにその作業動画はもう皆さんもう必要としていないって思うんですよね。で、まあこれはまあ愚痴ということではないんですけど、必要とはしてないんですけど、僕自体ではそのエンジンを全部動画で撮って組み立てて自分で勉強してということをまあしたいんですよ。だからまあお詫びということになるんですけど、まあちょっとね、必要のない動画をどんどんアップしてるみたいなニュアンスがだいぶ出てきてるんで、本当にアクセスがないんですよね。まあそれはもうちょっと申し訳ないとは思うんですが、ちょっとねテンションが、まあ、動画をこう一生懸命撮ってるんですよ。はい。でそこでちょっとまあそのテンション、まあショートバージョンにしてるっていうちょっとわけわからないこともしてるんですけど、ちょっとまあ愚痴というか寂しいなーっていうところがあって今動画撮ってるんですよね。うん。けどまあそれが全部出来上がればミッションとエンジンの動画、一応まあ素人なりに全てバラして全て組み上げたっていう、まあ僕だけのまあその自己満足の動画になってるっていうところで、本当に誠に申し訳ないんですが、もうちょっとお付き合いいただければというふうに思ってます。で、なんかなんでそんなことをしてるかっていうことの話になるんですが、そのエンジン全部バラして全部組み上げればショベルヘッドを乗っていくことができるという思いがあって、僕自体がそれを目標としてやっているんですよ。はい。で、まあちょっとそういったお話をあんましてなかったんで、まあ雑談という形で今回今撮ってるんですけど、その僕自体が全てを把握したい、自分なりにっていうところがあって、まあそれでまあそのショートバージョンにしてる理由っていうのは、なんかこう出し惜しみしてるっていうところになるんですけど、まあ結論としてはね。けどなんかこう本当にこうショベルヘッドをやりたいっていう人に見てほしいんですよね。そこが僕の思いですね。まあなんかまあね、間違ってることもいっぱいあると思うし、あんまいい動画ではない動画もいっぱいあるとは思うんですけど、なんかそれをこう続けていくためのモチベーションの一つとしてこの YouTube にアップするっていうことが、こう僕の中今の生活の中ですごくこう大切になってきてるところで、で皆さん本当にもう雑談っていうのは見ていただいたりしてるんですけど、動画の方はなかなかこうやっぱりもう興味がないっていうところで、も本当にデータとして上がってきてるんで本当に申し訳ないとは思うんですけど、けどまあちょっとあともう少し、やっと今もう今ちょうどちょっと映ってますよね、腰上の方も今勉強しててだいぶ分かってきましたので、まあそれを動画に収めれば僕なりにはこのショベルヘッドが全て理解、僕なりの理解ですよ、そのいろいろ経験は少ないので、なんかその決定的にこうした方がいいとかっていうことはまだお伝えすることはできないですけど、その僕なりのこのショベルヘッドを把握するっていうしたっていうその事実を動画に残して、でまあ今度はエンジン積んでミッション積んで、で今度はこのショベルヘッドと一緒に走ってどうなるのかっていうとこをこう検証して、まあずっとやっていくんですけど、僕はこういったことをずっとやっていくんですけど、その中でまあ一旦こうバラして組み上げて、その後どこが壊れ、経験を積んでいきたいと思ってるんですよね。その経験を積んでいく中で、その自分が理解しているということが必要だったんですよね。だからまあこういった形でまあ作業動画、あんまりこう面白くない動画をアップし続けているということです。はい。
で、まあ、ショートバージョンにしてるっていうのは、その何度も申し訳ないんですが、まあ、本当に知りたいっていう方、本当にもうショベルヘッドを勉強したいっていう人に、あの、見てほしいっていう気持ちがあるんですよ。だから、まあ、ショートバージョンにして、その誰かこうアクセス、本当に勉強したいんだっていう風にアクセスを僕にくれた人、まあ同志じゃないですけどには、まあちょっといろいろ考えてどうするかっていうことをその人とお話をさせていただいて、まあ何がしたいのかで、僕は何がしたいのかで、僕は何ができるのか、彼その人がどう最終的にっていうところですよね。そこをちょっとお話しさせていただいて、いろいろまあ、あの、柔軟に対応はしていきたいと思ってるんですよ。けどまだ誰もちょっとまだ誰もこう僕にこうコンタクトを取ってきてくれないんで、まあじっくり待っているところにはなるんですが、まあこれからもずっとこの動画発信は続けていきますので、ちょっと誠に申し訳、作業動画はあとちょっとで終わりますが、お付き合いをお願いします。はい、本日の雑談終わります。ありがとうございます。